この裁判は能美市佐野町の会社役員川上慎之助被告が金沢市内に開いた新型コロナの無料検査所で実際には検査をしていないのに従業員に嘘の申告をさせて県からおよそ174万円を騙し取ったとして詐欺罪に問われているものです初公判で川上被告は起訴内容について問われ間違いないと認めましたそしてて犯行については 川上被告がこの事業を委託し同じ詐欺罪で起訴された富山県の会社役員西昭弘被告から話を持ちかけられたとしていますその上で川上被告は片町が新型コロナで大変な状況だったことを受けて事業を始めたので悩んだが関係を悪化させたくなかったなどと述べました検察側は嘘の申告だけでなく架空の検査で水増しを行うなど 計画的な犯行で新型コロナの影響で社会的不安がある中での犯行は極めて悪質であるとして懲役1年6ヶ月を求刑しました一方弁護側は川上被告は主導的な役割を果たしておらず県に補助金の返還を行ったことなどから執行猶予付きの判決を求めました裁判は即日結審し判決は今月16日に言い渡されます